私にとっての八極拳はですね、体を動かした時の爽快感、これが一番魅力かなと今思っています。八極拳以外にもこれまで格闘技とやってきましたけれども、そのどれとも違う体の使い方、一つ一つの動きの重み、それが八極拳独特の気持ちよさにつながっているのかなと思っています。今回オンラインということで、最初はちょっとこう大丈夫かなと思ったところはあったんですけれども、実際に始めてみるとですね、非常にその一回一回の講義の内容が濃くてですね、それをまず理解するのに時間がかかって、でそれを理解しながら進めていくうちに次の講座が来るというような感じで、結構その慌ただしく過ごした1年だったと思います。そうは言ってもわざわざ東京まで出かけなくても、自分の身の回りで空いた時間を見つけて取り組めるというのは非常に私にとっては魅力的で、だからこそ1年間続けてこれたのではないかなというふうに思います。山田先生はオンラインの講義でお話を伺うときと、実際にスクーリングなどで指導を受けるときと印象が違うなというのが率直なところです。で実際にお会いした方が非常に気さくに指導をいただいて、で一つ一つの技術がやはりその体に響くというかですね、実際に受けてみて感じられるものっていうのがたくさんあるかなというふうに思っています。できることであればもっとたくさん実際に指導を受けたいなというふうに個人的には思っています。今回第1期ということで小八極まで勉強させていただきました。でまだまだこれをそのこれから練っていかなければならないというふうに思っているところではあるんですけれども、この先大八極であったりいろいろな新しいところもまだまだ学んでいきたいというふうに思っています。できればしっかりと八極拳を身につけて一人前と言ってもらえるようにこれからも頑張っていきたいと思います。